はい。こんにちは。柴崎ですよ。元気そうよかったね。はい。柴崎も今日もね、ご覧のように元気にやっております。さて、今回のテーマはね、実は二つあるんですよね。まず一つ。前回お見せした、これです。ね。 ラベルのまだ貼ってない、ホルウェインさんの多分分離食。ということで、じゃあ今も市販されてる分離食、探してみました。アマゾンで、ね、手に入れたんですよ。それが、これです。はい。ね、もう一回、これ。 この二つのホルベインサの多分分離食。それから、アマゾンで手に入れた中国の分離食。これがね、どう違うかね。どういう風に効果が出るのかね。日本と中国分離食。比べっこ。やってみようと思います。さあ、どうなるか。やってみなきゃわかんないからね。日本対中国の分離食。比べっこです。

この、この筆でやりましょう。はい。はい、これが中国の分離色です。そして。これが。ホルベイン酸の。多分分離色ですね。どうだろう。こんな色だよ。ね、中国の分離色。そして、日本のホルベイン酸の多分分離色。似たような色でしょはい。比較だからね。似たような色を選びました。 では、これが日本代表です。はい、こっちが中国の分離色です。よいしょっと。ほら、ちょっと見たら、だいたい似てるよね。さあ、これがどんな結果を生むかな。楽しみだね。はい。ねえ、これやってみなきゃわかんないもんね。では、早速これね。まず、ホルベイン酸の多分分離色 やってみます。おネトネトしてるな。うんうん。はい、はい。ね、伸ばしていきましょう。よしよしネト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 はいまあ、透明。水はこんなにね。濃く使うもんではないけど、まあ、とりあえずになりましたよ。そして分離させるに必要なものね。そうそう水なんですよね？ さあ水を加えていきましょうたっぷりだねはいどんどん加えていきます分離するかなうんまだ分離が見えないんなんか見えてきたかななんか見えてきたような気もするねはいはいじしたいしたいとね水を加えて流していきましょうね どうだろう何か分離して色が見えてきた。きたね。わかりますもう柴崎わかった。ほら、何か、さっきとは違う色が見えてきたよ。ねほら、真ん中辺。なんか気づかないちょっと水加えてみるね、もう少し。ほらほらほら、見えた見えた。 ほらなんか赤いようなここね紫のような色になったよねこれだそして下の方にブルーの色がどんどん垂れてくるねこれはこの紫系の色が粒子が大きいんだなだからそこにとどまるんだほらこれ ね、ここまで水を加えると分離がはっきり見えるね、まあ、でもよく見るとここら辺もね分離してるねうんはいこれがホルベインさんの多分分離色ではこっちですよ中国代表アマゾンで買った分離色ですお硬いこの犬硬いなおや塗った感じが だいぶいぶ硬よ、油絵の具みたいだよしよしねうん、うん、頑張って伸ばしていきますね伸ばしていきます水を加えますさてどうだろう硬いなちょっと水をいっぱい加えようねはい水を加えますどうだうん お、ほら、紫になったよ。あ、これすごいね。紫。そして、グリーンかなグリーンと紫に分かれたかなほらほら、グリーンだよね。うん。 グリーンと紫に分かれるこの絵の具は。これは分かりやすいね。見て、ほら。ねこんな色だったんだ。もう一回。ほら、グリーンになった。ほら、グリーンになった。面白いね。グリーンと紫に分かれるんだ。じゃあ、乾かしてみよう。ね。 うん。ね。た結果がはっきり出てきますね。なるほど。はいはい。じゃあちょっとこのね、テープを取って。さあ、比較ですよ。どうですかあなたの感想は。ね。こう見ると。 やっぱり両方とも中にこう紫のような色が隠れていた,いたんだね。ここ、ここね。うん。ただこの紫という点では、この中国の方が色がはっきり見えるね。ホルベインさんのはささやかに見えるね。ここね。うん。優しい感じがするかな。ね、中国の方ははっきりして。 むしろこう荒々しいっていうかね、うん。これお国柄なのか？絵の具の作り方の違いなのか面白いなこんなにね。同じ紫の出方でもこんなに違うし。それでホルベインさんは基本的には綺麗なブルーが合わさってんだね。中国産の方はグリーンなんだ。ほら、ここら辺のもう来るとよくわかるね。 中国の方はこんなに赤い色が見えるんだね。わかりやすい。こっちはすごく優しい感じ。さあ、これを絵作りにどうするかは、ねどっち選ぶかその時によるね。はい。さあ、どうでしたねはい、比較でしたよ。わかりやすかったね。 中国産と日本産の比較でした。ねはいこんな感じです。<laughs> こんな近く見ると粒子がはっきり分かるね。ねこんなに粗い粒子を入れて分離するように作ってあるんだね。面白い。どんな絵を描こうかなこれではい。ね はい、比較しましたよ。はい。ね。ということでやりましたね。柴崎やってる間に、間に随分喋りましたね。うん。おお確かに、それぞれ分離職ですね。ねえ。あなたはどっちが好きねえ。まあ、柴崎もね、ねこれ試しするときに、柴崎なりの感想を述べました。もう全然違うね。でもこれは好みの問題だね。 あなたがどっちが好きか。どっちを絵描くときに使ってみたいか。あるいはもちろん絵のテーマによっても違うね。こんな風な絵にするときはこっちがいいかな。あっちがいいかなっていうこともあると思います。いずれにしても、分離色と一口に言っても、随分違いましたね。色の現れ方も違うし、から、こう実際にこう色が分離の仕方も違うし。うん。そういう意味では今回し崎ね、この比較。 ねえ、日本対中国の分離職。ねえ、これとっても面白かったし、勉強になりました。はい。というわけで、あなたもね、次の作品のね、えー、制作に、ちょっと参考になれば、千葉もとっても嬉しいです。さあ、また次回ね、何か探してきて、違うテーマ、そして違う作品で、あなたと、またお会いしたいと思ってます。 それまでね、どうか、あーね、あの、寒くなったからね、健康に気をつけてお過ごしくださいね。はい、どうもありがとう。またすぐにお会いしましょう。ありがとうね。